日本とマラウイの関係では、日本とマラウイの関係について外説する。7階に在日マラウイ大使館が入居。同じビルの2階にはエチオピアも大使館を構える。1964年7月、ローデシア・ニアサランド連邦からのマラウイ共和国独立と同時に日本は同国を承認し、外交関係が樹立した。1992年2月には、 中日マラウイ大使館が東京に開設している。一方、日本大使館は当初は在ケニア日本国大使館が剣割し、1989年9月より剣割先がより近距離の在ザンビア日本国大使館に移動。2008年1月に首都リロングウェに在マラウイ日本国大使館が開設した。日本は ODA の一環として1971年からマラウイへの青年海外協力隊派遣を実施。2020年までに累計派遣隊員数は1800名を超えており、世界で最も青年海外協力隊が派遣された国となっている。1983年には帰国隊員の OBOG 会を発展解消させる形で民間分野での両国の架け橋となる。 日本マラウイ協会が設立された。大臣級のマラウイ要人訪問はないが、2017年には、会長の愛沢一郎率いる日、AU 友好議員連盟の一団がマラウイを訪問国の一つに選ぶなど、アフリカの中では日本と緊密な関係を築いている。一方マラウイ側は、第3回アフリカ開発会議に出席するため、当時マラウイの大統領であったバキリムルジが、 東京や大分県を訪れ、大分県で行われている地域振興プロジェクト、市村はじめ品運動がマラウイに波及するきっかけとなった。続く2006年3月と2008年5月には、ビングはムタリカが訪日して、当時総理大臣だった小泉純一郎と首脳会談を実施し、マラウイへの積極的な支援や両国の協力関係が確認されている。 2013年6月には大統領ヘイスティングズ・カムズ・バンダが訪日し、アフリカ開発会議に出席したほか、安倍晋三との首脳会談も実施され、マラウイで多く活躍する青年海外協力隊について感謝の意をが示されている。2017年までのマラウイへの累計援助額は80億円を超えており、主に首都リロングウェア第二の都市ブランタイア周辺の送電、水道、 交通インフラなどを計画、建設、改修してきた。食料を援助、技術提供、教育充実支援、フード病である、マラリア対策支援なども実施している。しかし、マラウイの主要援助国は、アメリカ合衆国や旧創始国イギリス、ノルウェー、ドイツなどであり、日本は援助学上位ではない。ただし、前述したように日本は、 多数の青年海外協力隊員をマラウイへ派遣しており、開発援助への貢献度は高い。対マラウイ貿易は日本の黒字で2019年には輸出が29.8億円に対し輸入が13.5億円であった。日本の輸出品としては鉄鋼製品や輸送機械などが挙げられ、輸入品は旗箱やコーヒーなどである。文化交流は主に上記した。 日本マラウイ協会が主体となって展開されている。東京会は多数の青年海外協力隊員がマラウイを訪れたことから同国を日本の一番近いアフリカと称しており、クワチャという機関紙などを通じて日本とマラウイの友好を促進している。島にカザミラティプアイゼックムチミカバレタブライトシャドゥリック、ミレニマングラマジェームスジョンチカゴ、ルーズベルトラストンゴンドゥエ、 ルベン・グーエニャ・ジュンショー・グレネンガー・キドニー・ムスリラワンダ。ありがとうございます。